米場とは、室町時代から戦国時代にかけて京都で形成された米市場のこと。室町時代前期より、米商人たちが四付加予定座のもとに座を結成して、地方から京都に入る米を独占的に入手して、楽中の小売米商人に販売していたことが知られている。やがて、京都楽中の三条と七条の地に米市場が形成され、 それぞれ、上座と下座と呼ばれた。当時執行日記には、応仁の乱祭中の1474年4月23日に三条、室町米場で、足軽が弓矢を交えたことが記されている。1506年に、室町幕府が、京都の酒屋、土葬米場を対象とした、エリゼニ例を出しており、京都において、 活発な貨幣取引が行われていた場所の一つであったと見られている。1546年まで米場に関する記録が見られるが、その後の近世京都の米市場、米問屋との関連性は明らかにされていない。奈良や天皇寺、伊勢やまだなど、京都以外の土地においても、米商人の座である米座が結成されており、米場に類似した市場が形成されていたと考えられている。 4付加予定は、この F、表 F に属した籠の担ぎ手、腰の担ぎ手による座。天皇の行行の時に奉仕してその代わり諸役を免除された。ただし、実際に奉仕に必要なのは少数で、多くは、商人が座の一員の権利を手に入れて、諸役を免れていた。ありがとうございます。